こんにちは。アマゾン市サポーター、堀秀夫です。今日はアマゾンからの偽物疑惑の連絡。これ来た時の対応というか、これが来る確率を減らすためのやっておいた方がいいこと、それについてお話し,します。アマゾンからの心眼鑑定のための証拠を出せと連絡来ることがあります。この時、アマゾンの要求する書類があれば提出しましょう。 なかなか要件が厳しくてね、要件を満たさない書類しか用意できないという場合があります。まあ、これ、出した方がいいのか、出さない方がいいのかね。まあ、出せば通りそうだなというときは出した方がいいですしね、これ全然要求と違うじゃんというのはね、えー、違うもん出したらね、こいつ分かってないと、英語理解できないんじゃないかと思われることもあるんでね、出さない方がいいというケースもあるんでね、まあ、何しろこの診断鑑定、 の連絡来たらねご相談くださいそれと、この進化鑑定、偽物疑惑とね、あと過去に NG 商品を販売していたというリスクを減らすために、販売しないインベントリー在庫は削除しておきましょう。これね、出品しただけ、あるいはね、出品すらしてなくて FBA 納品設定をして、まだ送ってないと、つまりね、Amazon の販売画面には一切出てないという段階でも、 インベントリーにこのね、偽物疑惑がかかった書類とか、NG 商品をね、販売した場合には、連絡が来て証拠を出せとかね、今後こういうの販売しないようにというのが来たりします。ですんでね、もう補充すると、これ売り続けるとね、ね売って販売個数を稼ぐ、あるいは儲かるから販売し続けるという商品以外はね、インベントリーに載せておかない方がいいです。これね、 もうしといた方がね、後から見てね、えー、あ、これ儲かるようになったんじゃんとかいう管理もしやすいし、そのうちね、納品するかもしれないから取っとこうという場合もあると思うんですけど、ただね、これ、その削除してね、また納品するときにもう一回登録するという手間をかける、えー、デメリットと。 残しといてね、この偽物疑惑だの NG 商品だったという疑いがかかる、あるいはね、ペナルティを課せられるデメリットを考えると、明らかに残しといた方が損です、ね。ですからね、補充しない在庫、インベントリー在庫は削除しておきましょう。インベントリー在庫のね、右の方のエディットのところにこの Delete Product and Listing っていうのがありますので、ここをクリックすれば削除できます。 そうするとね、カニガメもスッキリしていろんな、えー、管理もしやすいですし、余計な疑いもかからない、かかりにくいと、ね、かかる確率が下がるということなんでね、えー、インベントリー,、えー、在庫、納品しない、販売しない商品は、えー、在庫は削除しておきましょう。これ、削除すべきかね、残すべきか、迷ったときはご相談ください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。